こんにちは。今日はマイルームツアーをやっていくんですけど、1年ぶりなんですね。2023年がちょっとできてなくて、2024年のマイルームツアーになります。簡単にちょっとさらっとお見せするんですけど、今2022年のマイルームツアーから結構配置を変えました。こんな感じで、今模様替えしたばっかりで、今一番綺麗な状態なんですよ。そう、それでこれを機会を逃すと多分またね、大変なことになるので、今日はね、ちょっと簡単になんですけど、細かい引き出しとかちょっと見ていくと多分相当な時間になってしまうので、今回はちょっと簡単にね、マイルームツアーをしていきたいと思います。まずこちら入り口入ったところにスイマーのポスター貼ってあって、で、ここには、これは前回と同じですね、ワンピースの、これね、甥っ子が誕生日にくれた、ワンピースの一番好きなシーンのパズルですね。こういう感じで貼ってあって、で、ここの棚ですね。棚、本当はこの一番上、ここにももう一列この棚を買う予定です。今のところこんな感じですね。いただいた、そう、プレゼントとか、あとファイル、こんな感じで飾ってます。だから一番上にも棚つけて、もっとファイルがあるんですけど、それもね、今後飾りたいんですよね。で、ここはね、ワンピースコーナーです。そう、ワンピースもフィギュアとかしまってあったんですけど、やっぱりちょっとしまっとくのもったいないので、これはね、かなさんにいただいた旗とロビンの手配書ですね。で、2段目がこんな感じで、私ペローナがね、大好きなので。こんな感じで飾っております。もっともっと欲しいんですけどね。で、ここには悪魔の実。これも友達にいただいたやつ。ここにもファイルですね。こんな感じで、この辺はもう全部固定しちゃってあるんですよ。なんかで倒れてくると嫌なので、この辺はもう全部固定してあります。ここにもファイルが飾ってあって、いただいたこういうカード貼ってます。で、ここがね、いろいろなんですけど、こういう感じで発想道具とか、プリンターとか、デコシール。で、ここがスパンコール。このスパンコールですね。ハサミ、道具。これネイルは今違うんですけど。で、ハトメとか。で、ボンドのり。ストック用の。ここパンチとかですね。で、ここにもペーパー類なんですけど、ここもね、いろいろ、ちょっとごちゃって。こういう、なんて言うんだろう。まあ、いろんなところにいろんなものがあるんですよ。で、ここがホットテープ。ここが両面テープのストックですね。ここに行くと、これが全部保管用のデザインペーパーなんですけど、最近ちょっとこの保管用やってないんですよ。そう、今のところこれだけ。これはね、両面テープを貼ったレース、あとお花とか、知らないけど、パンチここにあって、ここにおやつ入れてたんだ。これもやばいですね、溶けちゃいそう。ここには、これあれだ、金具みたいのですね。ここはメミさんにもらったメモをいろいろ入れてます。これなんか、これはもう全部メミさんですね。ここはそんなに何も決めてないんですけど、これ、
このネジのとか、この友達にいただいたステッカーとか、ここはね、まだ決めてないんですよ。はい。これ前回動画でも紹介したチョキチョキファイルですね。チョキチョキするやつ。で、ここのタンスなんですけど、ここは多分2022年とほぼ変わりないですね。ちょっとさらっと、綺麗じゃないんですよ。ここにはキャラクターもののメモとかですね、サンリオ関係とか、サンリオ系のメモとか、スイマー、ちょっとごちゃごちゃですね。この辺はね、何もやってないんです。で、2段目が、ここがレース関係ですね。レースとかリボンを入れてます。なんかね、まとまりがないんですよね。はい。で、この3段目が、ここもね、いろいろです。いろいろすぎて、なんだろう、こういうパーツ系のもの、自分の中では把握してるんですけど、こういうパーツとかですね、あと、こういうストーン系のシールとか、これもお花ですね。飾りとかですかね。またね、ちょっといつか、ここも全部出してやっていきたいんですけど、はい、こんな感じです。で、一番下が、ここはほぼエンジェル&ウィッチさんの福袋に入ってたものとか、あとは海外のものとかですね。はい、こういう感じ。はい。で、ここが、ここはただ置いてあるだけのシールとか、付箋。これ、ねねさんのテープですね。マステ。で、ここはシール。これもちょっと今見直そうと思ってるんですけど、シール。女の子系のシール。ここにはマステとか。この辺もちょっと今移動しようか迷ってるんですけど、マステと、ブック型メモですね。はい。で、ここにはずらっと、デザインペーパーですね。一応ね、名前わかる人のは名前貼って使ってます。この辺のはもういろんな、昔買ったのとか、いろんな作家さんの。ですね。ここに入らなくなったらもう買うのやめようと思ってるんですけど、結構買っちゃってますね。でも私意外とデザインペーパーとかいろんな人のマイルームツアー見るんですけど、意外と少ない方だと思うんです。意外とメモとかも少ない方だと思いますね。はい。これね、すごいしっかりしてて木で重いんですけど、この薄い、すごい薄いんですよ。これがね、このぐらいで。これはね、楽天で買いました。すごいいっぱい入るので。これはニトリで買ったケースですね、これは。これは結構深い入れ物ですね。最近ね、マラマさん結構買うので。はい。で、この上には、私の大好きなマーク。マークと、あとこれ、なんか発送するときに使うやつとか、あとこのトランプには私が作ったものとかを入れてます。はい。で、このキキララちゃんのケースには OPP テープが結構入ってます。はい。で、この上がこういう感じで、主にサンタワールドさんの商品ですね、が入ってます。でもね、それ、もう今こういうカゴに入れっぱなしなんですけど、ちょっともうちょっと分かりやすいようにはしたい、行きたいんですけどね。はい。ここも全部そうですね。海外のメモとか、入ってます。で、ここが、
もうこの辺からメモですね。いろんな作家さんのメモ。で、ここのカゴにはメッセージカードがもうたっぷり入ってます。これもう入りきらなくて上に入っちゃってます。これもね、ちょっと整理しないとですね。はい。この一角だけいただいたものをこんな感じで入れて飾ってます。はい。隣に行くと、この、なんていうんですか、100枚レターブックと、これはただ置いてあるのかな。ちょっとね、中が。で、ここにはメモですね。このメモ。これ、リーベさんとか。で、ここにもメモです。まとまりがないんですよね。うん、で、ここが、なんて言うんだろう。大きめの、これ、サンリオのデザインペーパーとか、あとニュースペーパーとかですね。まあ、いろいろです。で、これが、これね、お友達にいただいたデザインペーパーとかですね。そう、これもどんどん使わせてもらおうと思って。これもお友達、もう全部、お友達にいただいた。これそう、これ、なおさんにいただいたやつか。これも。はい。これはね、自分が作ったやつですね。ちょっと、とりあえず、あ、メッセージカードとかもいろいろですね。ちょっとこれね、去年のクリスマスにプレゼント企画をやろうと思ってて、作っていたものなんですけど、結局ね、できなくて、そう、これをどうしようか、ここに入れっぱなしです。はい。で、ここにもデザインペーパー、これもね、いただいたデザインペーパーですね。あと、この辺は、これ動画で紹介した、この、大きめの、なんていうんですかね、収納袋。これね、あれからもたくさん作っていろいろなものを収納してます。何冊作ったんだろう。8冊、8個作りました。はい。で、この辺もデザインペーパー、これもね、全部いただいたデザインペーパーですね。これもね、どんどん使わせてもらって、はい。で、ここにはこれもお友達にもらったやつとか、ここはマステをガチャって入れてます。マステ、これもね、どうにかしなきゃって思ってるマステです。はい。で、ここが、これがつい最近購入した黒いたぬきさんのステッカーですね、を入れてます。これダーって入れるだけです。で、これがワックスペーパーです。全部ワックスペーパーの収納方法をね、よく聞かれるんですけど、私は箱から出してこういう蛇腹ファイルにこうやって入れてます。そうするとピンってまっすぐなるので、はい。最近もね、コメントで聞かれて、まあ、その都度は私のこのリンク貼ってあるんですけど、とりあえずワックスペーパーはもう箱から出してこういう感じの蛇腹ファイルに入れちゃいます。はい。この辺も全部デザインペーパーです。わかる限り、最近買う方、多いのはこういう風に入れてますね。はい。で、ここの段が、この辺もメモですね。メモ。この辺はフェアリーレディさんかな。ここもメモ。が、これ全部レターセットですね。レターセットもいろいろ収納試してきたんですけども、ここに入れてるだけです。はい。で、この一番下が、これは素敵瓶とかでいただいたものですね。こういう感じでジップ袋に入れて、はい、細かいものとかこんな感じで、この人ごとにジップ袋に入れてここに入れてます。全部ですね。はい。ここがもうずーっと変わってないですね。こんな感じで、ずーっと同じ感じにしてある。このファイルは、これは、これジップバッグなんですよ。
これも本当にかなり前に作ったものです。こうやってちっちゃめの袋類をこういう感じのファイルに入れてます。普通のファイルにペーパー貼っただけです。この辺はずっと変わってないですね。この棚がこんな感じです、まあ、ある程度こことここにメモとデザインペーパーですね。はい、こっち側がこんな感じです。あとこれですね、これはワゴン。これは作業するときはもうこっちに持ってきてテーブルの横につけちゃうんですけど、ここが折り紙ですね。一番上に折り紙と、ここ二段目も全部折り紙です。はい。で、下は、ここは箱、ほぼ使ってない箱ですね。多分何も入ってないです。この辺がファイルのレフィルとか、6リングバインダーのレフィル。ですね、はい、このワゴンがほぼ折り紙ですね。ここに入るぐらいで収めようと思ってます。はい、でこちらが結構テーブルの横に持ってって使ってますね。これがマグネットを入れてます。汚いでここにも何だろう、これ付箋とか、この辺はまたいつか詳しく、この辺も、あ、これもいただいたメモとかですね。この辺もいただいたメモ。その一言にわかるように、これが付箋ですね。やっぱりちょっと暑すぎたので、また開けちゃいました。ちょっと外の音がうるさいかもです。で、これが一番使ってるシールとかですね。シートシール。あとこのちっちゃいシールと、あとペン類。この辺がよく動画でも出てきますけど、ペットテープとかですね。これはもうこのまま机の横に持ってって使ってます。あと長い定規ってなどですね。で、ここは、これはシール入れてたり、これは空です。この辺もそんなに今は使ってないです。で、このマイメロちゃんの、これね、いただいてお気に入りです。ここにはミニレターセット、こういう感じのを入れています。ミニサイズの。感じですね。でもこういうかけられるところに、これはサンリオ系のシール、この辺もシールいろいろかけれるところにかけてます。はい、でこの横にもシールですね。でシーリングシール、はい。ワゴンもね、もうちょっと使いやすいようになんかしたいんですけど、今のところこんな感じです。はい、続いてここですね。ここはもうこうやって貼ってあったり、なんていうんだろう、入れてるだけですね。こういうペーパー類、ちょっと大きさがどこに詰まっていいかわからないようなペーパー入れてたり、ちょっと大きめのシール、サンリオの、はい、こんな感じです。これいただいたやつですね。でここもシール、ここにはポストカード。はい。これはずっと飾ってある。向こうが書いてくれた産地。で、ここにも、これいただいたね、ものとか、長めのシールですね。で、以前ここのロッカーの中にこの机があったんですよ。そう、それをやっぱり出したんですね。なんで出したかっていうと、やっぱ電気がなくて、そう、暗かったので、作業できなかったので、
局ね、物置になってしまって、はい、ちょっと買いました。で、このロッカーの中はこういう感じに棚を入れました。で、ここもね、ずっと変わってないですね。これも結構いただいたものをこうやって飾ってある感じです。ちょっとね、可愛く飾りたいんですけど、はい、でこの横にこの長いラッピング包装紙ですね、この横にスポッと入ったので、この辺が大きめの袋とか、でこの辺にもいただいたものだったり、ちょっと今使えないんですけど、いただいたこういうカバンとかここにかけてます。ここにもラッピングですね、ラッピングペーパー、この上が多分ほとんどいただいたものを入れてたり、この辺もいただいたもの、あとはいちご新聞入るとか、あとこういう袋類、ほんといろんなところにいろんなものがあるんですよ。で、この上、これはね、友達が作ってくれた、なんか袋類とかを入れてます。で、これめめさんにいただいた、アドベントカレンダー。これもなんかいろいろ多分入ってます。あ、こうやって買ったけどまだ使ってないものとか。で、こっちがいただいたファイルですね。ファイル類をここに入れています。この棚を本当はこっちに向けたかったんですよ。そうすればもっと見やすいから、こっちに向けるともっと見やすいかなと思ったんですけど、ここがね、やっぱ動かなくて、このままですね。はい。この辺のファイルも、だから棚をもう一個作って飾りたいんですよね、いずれは。はい。ほんで、この下にも、この下にはこういう、袋なんですけど、これも全部いただいた交換瓶とか素敵瓶でいただいた人ごとに入れてます。はい、この辺がジップ袋、お気に入りのジップ袋入れてます。ここ下にもジップ袋、この辺もごちゃーっとしてて、こういうのもね、飾りたいんですけどね。とりあえずこんな感じです。ここもいただいた袋とかですね、ここにかけて、あ、でこの辺が袋類ですね。袋っていうか、こういう OPP 袋ですね。ここも OPP 袋。で、ここが使いかけのペーパーとか、あとこれチョキチョキ、あ、これプラスチックか。なんていうんだろう、はがみ？はぎれ。でこういうのが溜まってきたら、ちっちゃい袋とか作るので使うので、この辺に入れてます。で、この棚はやっぱりいただいた、めめさんだったり、みえさんだったり、ずんちゃんだったり、なおさんとかね、こうやっていただいた人のものを入れています。で、ここには、ここもラッピングペーパーですね。ここが、アイジュエルさんとリーベさんがずらーってあって、で、ここにお友達からいただいたペーパーがあって、で、この辺が全部メメさんですね。はい。を入れてます。で、ここ、マスター。こんな感じです。ロッカーの中がこんな感じですね。まあ、普段はこうやってね、開けっぱなしに捨てることが多いですね。こんな感じです。一応ね、こうやって閉めて、
今は閉めてます。はい。で続いてこっちに来ると、ここにもちっちゃめの棚があるんですけど、ここにも裾分けファイルを飾ってます。あの中に入ってるのとここに置いてあるの、なんだろう、この人のここに飾るとかそういうのも全然決めてなくて、はい、この人をここに飾るとかこの人はこの中とかそういうのは本当に決めてないんですよ。ただただその時にあったものだから、ここだったらちょっとピンク系とかそういう感じで並べておいてます。はい。でここが一応あの手帳付けにしようと思って、手帳とかコラージュする時の付けですねに使おうと思って、なのでマステとかあとペン、こういったスタンプですね、置いてます。この辺が全部ペットテープガチャって、でこの辺もシール帳とかですね。ここがね結構お気に入りなんですけど、結構お気に入りの場所です。こんな感じで大したもの入ってないんですけど、コラージュに使えそうな感じのシールとかですね。こんな感じです。このカンカンはチェリスさんで買ったんですけど、今のところ何も入ってないです。はい。この辺もねもうちょっと分かりやすく入れたいんですけどね、この辺にもシール、この辺は結構よく使うシールを入れておいて、こっちで使いたい時もくるって向いて使えるようにしていこうかなと思ってるシール入れです。いただいたシールとか、この間買ったピース、はい、こんな感じです。これコラージュに使えそうでちぎったあったやつとかそういうの入れています。友達にね作ってもらったやつ、この机はこんな感じですね。一応この机が物置にならないようにしていきたいって感じです。本当この机がねいつも物置になっちゃうので、なるべく手帳とかはこっちでやりたいです。はい。でここですね、ここねぐちゃぐちゃしてるんですけど、何も使ってないもん。ダイカットマシンここに置いてあって、でこれはつい最近買ったポーチとかですね。でこれは使えない手動ミシン、私が使えないだけなんですけど、はい。でここにはダイカットの台ですね、ダイカットマシーンも買って満足で、私あんまり使ってないですね。でここには、袋類です。ジップ袋とかちょっともうちょっと整理しとけばよかった、ちょっとぐちゃってなっちゃってる。こういう袋類をここに入れてます。袋もね最近自分で作っちゃうから最近あんま使わないんですよね。だから、最近はあんまり購入頻度も減りましたね。だから結構前に買ったものとかが多いですね。はい。使ってないポーチ。ここの奥が空いてるので、ここにね、もうちょっとなんか置きたいんですよね。今後。あそこにある無印のケース。あれをもうちょっとこの奥に何個か重ねて入れようかなっていう計画です、ね。テーブルでもお気に入りなんですよね。まだあんまりここで手帳とか書いたことないんですけど、はい。で、最後この机ですね。ここはもうおなじみの動画で登場する机です。で、この上ですね。これもいただいたものとかを飾ってます。ここにも
これお友達が作ってくれたポスターで、ここにはいただいたチャーム類ですね。ここねすごいお気に入り。ここもねいろいろ可愛いのがあるので飾ってます。はい、でここにはシールですね。シートシール、シール、あとちっちゃいシールで、これが今作りかけのファイルポンって置いてます。でここもシールですね。シートシール、めめさん素材とか、これもシール、これがあほぼ西手帳とコラージュノート、でここもシールですね。ここはもうパッて使えるように、ここは一番ね使いやすい、なんだろう、使うやつ、あのトレペとか、そうトレーシングペーパーとか、厚紙とか置いてます。これは文字のシールをこの中に入れてきたり入れてますで、ね、これいただいたスヌーピー、これねペン入れてます。はい、でこの机周りが、この棚がね意外と使えるんですよ。ただここねすごい日が、今はそんな当たってないんですけど、日がねめちゃめちゃ当たるので、これをあの、なんていうんですか、あの、UV のカーテンにちょっと今変えようと思ってます。かなりここ暑いんですよ。はい。ここには、もうすぐ使える道具類。これね、なおさんが作ってくれたボックスに、あとはすごいよく使うマステ、無地の、そんな、あの、模様が入ってない、こういうのをすごくよく使うので、マステを持っておいて、でこれがあの紙くずとかを入れるのに使ってます。でコアサミとか、ここもシールですね。ここスタンプ、これ洋書とかの端切れ、あここに何か入れようと思ったの、そうここに、そうです。あの、これね、忘れてて、掃除してる時に出てきて思い出したんですけど、確かシーンかティームで、どっちかで買ったんですけど、こういう、何ですか、すごい、コラージュに使えそうな、なんだろう、こういう、なんていうんですかね、こういう、チケットみたいな。これをそう、この中に入れようと思ったんですよ。もう多分すごくよく使うので、こういうのを、ここにもうバラって入れちゃおうと思って。そう、開けたんですよ、ここ。はい、ちょうどよかったです。はい。で、これはもう捨てる。で、この辺がボンド。で、ここもね、くっつけちゃったんですけど、この辺パーツ。ここはもう自分が見て楽しんでるコーナーですね。シール、いただき物のシールとか、お花、お花、これもシール、これもサンリオのシールですね。はい、で最近あの自分で作るクリップにハマったので、よく使うこのグリップ今置いてあるだけです。あとスパンコールですね。今ねこの状態が私にしては本当に綺麗になんですけど、多分そのうちまたぐちゃってなっちゃうかも。ここにはこれあのなんていうんですかね、この手帳とかで使うデコレーションテープとか、あとここが全部スパンコールですね。これ今ね、すごい使うので、今シャカシャカがね、マイブームなので、シャカシャカ類を、ここに入れてます。で、ここが、ここもシールですね。こういった、なんか発送の時とかにこういうの結構使うので、はい。
はい、こんな感じ。このね、スペースがあるってすごく便利ですね。そう、飲み物を置いたり、あとテープ、これいろいろなシールですね。コラージュに使うシールとか。ただ焼けちゃいそうなのでね、ちょっと本当に早くカーテンを、火が入らないようなカーテンを買っていきたいんですけど、でこれがここもいろいろですね。手伸ばして使いたいもの、あのハンドクリームとかティッシュ、あとは最近買ったもの、まだ何も開けてないものとか、この辺も買ったものとか、ちょっとごちゃごちゃです。うん、これあの、そう、なんかいろいろ忘れちゃいけないことをここに貼ってます。これね、近々、今動画がどっちが先かわかんないんですけど、ファイルのリクエストいただいて、ちょっと試作で作って寸法とかを書いてあるやつです。はい、でこれ使いやすいように引っ掛けてるだけです。こんな感じでね。でここがあの、まあ使えそうなハギレとか、あと買うとここにメモを1枚ずつ入れていくんですけど、ほぼ日手帳で使おうと思ってるメモです。はい、でゴミ箱置いて、ここには何て言うんですか、こういう方眼のマットをここに置いて、で最後ここですね。ここもこの奥は本当に変わらずです。うん、全然変わってないと思います。前からこんな感じですね。ここにはもうクリップがダーって入ってて、でここにラミレート、でここは使ってない箱とか缶とか、でこの下のこれがこれですね、これがポストカード、あとこれはお友達にあのお裾分けするものとかをこうやって入れてます。はい、でね、これつい最近買った無印のケース、ここもメモとかシールですね。シール、これねねさんので、これもコラージュ素材ですね。全部こういう感じで入れて、でメモですね、 A7 サイズがぴったりだったので、これもメモで、ここにもメモ、これもメモ。あ、これ最近ね、あのこれもねコメントで教えてもらって、このシール、コラージュとかに使えそうなシールをこの、なんていうんですか、この袋に入れて、こういったねシール、そう、ここに袋に入れてます。あとはこういったシールですね。あ、ここはねそんなまだ使ってないんですけど、ここにもペットシール、ちょっとここはね今何か入れるか考えてます。はい、こんな感じです。このケースはだからもうちょっと買って、うん、あの手帳机の下に入れたいんですよね。はい、これがマステ、サンリオとかのマステ、これいただき物のマステ、ここにも、もういろんなところにあるんですけど、ここもメモとか保管してあるやつだと思います。あとこれが作った、自分が作ったものとかですかね、ミニ封筒とか、ちょっとこの辺もなんかしないといけないんですけど、はい、机がこんな感じですね。ここには手帳ですね。手帳とこのプリンターとか、これ5年手帳、これスヌーピーとか、でここが、ここもいろいろ使うもの、普段よく使うもの、これあのシートシールについてくる台紙、これのり用にこうやって取ってあります。あとはもうシールとか、一番よく使うものですね、この辺は。パッて取り出して。テープのりとか、うん。はい、こんな感じです。
ちょっと近すぎましたかね、ものが映すのが。ちょっと見づらかったらすいません。はい、こんな感じの。あ、でね、この牛上、この上もあったんですよ。この上が、これもね、いただいたものとか。ちょっと逆光になってるかな、暗いですね。こういう感じの袋、上にはいただいたこの人形とか、カーテンレールに入れてます。はいはい、こんな感じで最近の私のマイルームツアーでした。意外と物少ないと思いませんでしたかね、皆さん。なんか紙物やってる人、すごいダーって一面ラッピングペーパーとか飾ってる人とかね、よく見るんですけど、私ね、そこまでないんですよ。うん、だからあんまもっと増やせんのかなと思うんですけども、これが今限界なんですよ。こういういただいたものとかも飾るスペースが今ないので、はい、本当に今これが今限界の私の部屋ですね。ね、もうちょっと棚を増やせばなんとかなるんですけども、今ラッピングペーパーもメモももうこの部屋には結構パンパンです。だからこれ以上今増やさないようにして、どんどん使うのみですね。はい。でもね、今までで一番私、なんだろう、いい部屋になってるんじゃないかなって。今までね、いろんな、私模様替えがすごく好きなので、どんどんやっちゃうんですけど、まなちゃん。でも今までで一番ね、使いやすいですね。何回かここで今作業してるんですけど、なんかね、一番使いやすいし、うん、なんとなく好きですね。はい。私の部屋が多分これ6畳ぐらいなんですよ、ここが。うん、だから6畳で、今ここのクローゼットも使っているので、はい。でもこれでもう増やさないようにしたい感じです。はい。ちょっと近すぎたかなって。すいません、見にくいかもしれない。はい、こんな感じです。まとまりはね、本当にない部屋ですね。本当はピンクならピンクとかでまとめたいんですけど、私ピンク系も好きだし、こういう、なんていうんですか、アンティーク系も好きなので、本当に好きなものを置いてるっていう感じの、はい、部屋になってます。はい、こんな感じで、私の2024年のマイルームツアーですね。はい。もう本当にね、たくさんの方にリクエストいただいて、本当にお待たせしちゃったんですけど、はい、やっとできました。このね、状態を保ってまた2025年もね、やっていきたいので、はい、またその時は見ていただければなと思います。はい、今回の動画は以上になります。はい、最後までご視聴ありがとうございました。